こんにちは、まいこでございます。本日はですね、夏コスメの購入品をご紹介していきたいなと思います。まあ、コロナのね影響でテスターがなかったりだとか、まあ今、まあ、私もそうなんですけど、ネットショッピングでほとんど済ませちゃうっていう人もたくさんいると思うので、まあ、テスターをね使ってるような気分でご覧いただけたらなと思っています。そう、今日実はですね予定日なんですよ、出産予定日なんですけど、全然生まれなくって、本当はね先週の土曜日だから5日前ぐらいなんですけど、検診を受けて、で私は無痛分娩なんで入院日を決定する予定だったんですけど、まあ、全然赤ちゃんが準備できてないみたいで、今週末行って入院日が決まる感じなんですけど、夏コスメのやつも商品が全然うちに届かなかったから出産後になっちゃいそうだなと思ってたんですよ、動画作るの。そうって思ったら作れちゃいましたなので多分この動画が産休、休憩に入る前の最後の動画になるんじゃないかなと思っています。はい、そうであってほしいですねはい、今日は全部で11点ございます。数がね結構多いので、サクサクサクっと進めていこうと思うんですけども、長い動画になりそうなので最後までお付き合いいただければなと思います。それではスタート。まずはですね、こちらイヴ・サンローランのラディアントタッチプラプライマーのシルバーでございます。これ言わずと知れたとても人気なプライマーシリーズの、シルバーバージョンになるんですが、私もねこれ持っててゴールドを、使っています。これツヤが出るのに毛穴がをしっかり埋めてくれるっていうので、私すごく気に入って使っているんですけども、それのシルバーバージョンが出たっていうので、ね、どうしても私買いたくて、はい、買ってしまいました。今ね右側にシルバー、左にゴールドをつけているんですけど、塗った感じはこんな感じになります。正直あんまり変わんないなっていう印象なんですよね。こんな感じで、一応シルバーのラメがねすごく細かいラメが入っているんですけど、そんなにわかんないんですよ。最初軽く塗った状態だとラメが結構残ってるなっていう感じなんだけど、これすっごい伸びがいいので、ちょうどいい感じに伸ばすとラメの密度はあんまり高くないです。ただ本当にね本当に大好きなんですよねこのプライマーめっちゃいいんですよ。で香りもフローラルな感じ、香りはね一緒です、ゴールドの方と。まゴールドラメとシルバーラメの違いだよね。こっちがゴールドでこっちがシルバーなんだけど、言うてもそんな変わんなくないっていう感じでしょ。まあでもやっぱちょっと透明感こっちのがあるかね。まあ本当にかすかな違いっていう感じです。まあなのでちょっとこれに飽きたかなっていう時に、まあ、買えばいいんじゃないかなっていう気がします。プライマー自体の、クオリティというか、表面をしっかりさらっとさせてくれて、保湿力もあってラディアントツヤを出してくれるっていう働きはどちらも同じレベルというか同じぐらいあります。次はねこちら、セルヴォークのエンスロールグロス。これもこの間発売したばっかりなんですけど、3色今回新色が出ていて、私が買ったのは10、11なんですけど EX04、 もう一色赤い色が出ています。2800円なんでね、これはなかなかお手頃でデパコスにしては手が出しやすい、リップグロスになります。スワッチはこんな感じ、こっちが10番でこっちが11番。このシリーズってもともと結構しっかり発色するタイプなんだけども、なんかねこれが本来の感じって感じかな。この11番のイエローっぽいお色はすごくしっかり発色してくれます。これでも軽く塗ってる感じですね。10番の方が偏光パールが入っていて透け感があるベージュかな。でも塗るとねブラウンっぽい感じになります。ピーチっぽい感じの偏光パールが入っていてすごく綺麗です。で今ねそれだけ塗っているので、私もともと唇の色が結構濃いめなんですね。でそれでこんな感じ、結構誰でも使いやすくって、あとオフィスとかにも使える感じだと思います。うん、すっごい可愛い、これはねすごい気に入ってます。じゃあ黄色い方をつけていきます。11番ですね、軽く塗ってこんな感じ。今ちょっとアイメイクがピンクっぽいのでちょっとなんか雰囲気あれですけど、このさ色って結構パンチがあるから、なんかラメ感抑え気味のこうマットなブラウンとかベージュとかでこれとかだと可愛い気がしますね。うん、私黄色系とかオレンジ系の
あのリップとかグロスとかって下の色と混ざっちゃうとこう、あ、なんか真っ赤になっちゃうやつが結構あるんですけど、これはねあんまり混ざらないので、混ざらないというか下の色がこう透けて出てこないので、あのちゃんとこの見本色っていうかそのままの色で発色してくれるっていう感じなので、これは結構好きです。うん、かわいい。はい、次はエトポスのミネラルクラッシーアイシャドウのモーニングサーフっていう新色ですね。ブルーにイエローとブロンズと締め色の多分チャコールブラウンっぽい感じ、まあ、グレーに近いブラウンが入っているパレットになります。これが一応ハイライトカラーみたいな感じで、かなり透け感のあるブルーとイエローはゴールドラメが、まあ、イエロー寄りのゴールドラメが入っていて、赤みの強めのブラウンにもゴールドラメで、締め色のチャコールグレーとブラウンの間ぐらいな感じで、これにもねブルーかなシルバーかなっていう感じの細かいラメが入っております。全部にラメが入ってる感じです。この中にはねこういうおすすめな塗り方みたいなのが書いてあって、ちょっとこの通りに塗ってみたんですよ。全体 B か C、 オレンジかイエロー、今回はイエロー使ったんですけど、イエローを塗って、で真ん中にハイライトとしてブルーを入れて、際に締め色のチャコールグレーを入れるっていうのいうパターンと、アイホール全体を、オレンジというかブラウン、目頭にブルー、ハイライトブルー入れて、際に締め色で下にイエローを入れるみたいな感じのルックを作ってみました。おすすめのねルックをやってみたんですけども、ちょっとなかなかね上級者向けかなっていう感じの印象があります。意外とね思ってた色じゃなかったなっていう印象なんですよ。あのブルーが思ったより透け感がかなり強くって、ブルーっていうよりも白っぽい青みがかった白みたいな感じなんですよ。そうだからちょっと青っていうよりもハイライトっていう感じかな。うん、でもこの黄色はねすごく可愛いから、こう全体にバッて入れて締め色しっかりぼかしてあげたりすると可愛いじゃないかなっていう気がします。このチャコールグレーがすごくいい色味出してるなっていう感じ、まあ、このオレンジっぽいのとこのチャコールだけでオフィスメイクというかあの普段メイクしても可愛いかなっていう感じがします。次はこちら、ちょっとデパコスじゃないんですけど、ポリカの美容ケアアイシャドウ、私が買ったのはピンクの02番とブラウンの03番でございます。これさすごいすごい人気だよね。なんか SNS ですごい出てて、あなんかいいのかなと思って買ってみたんだけども、ちょっとね正直使いにくいなと思ったのがあのファーストインプレッションで、スワッチはこんな感じでございます。ツヤ感もすごく綺麗だし、かなりメタリックな感じの印象です。あとねこれすごい速乾性がすごくって、塗ってすぐにさらっと乾いてくれます。全然落ちない、すごくない？まあでもこの速乾性っていうのがね私すごくあんまり使い慣れていなくて、まあ、色はねめちゃめちゃ可愛いんですよ。メタリックな感じもすごい好きだし、で、ブラウン03番の方は、まあ、赤みがそんなに強くないブラウンで、まあ、完全メタリックでラメは入っていないかな、うん、ラメは入ってないですね。でこの02番の方は肌なじみがすごくいい、ピーチ寄りのピンクで同色の細かいラメが入っています。今私がつけてるのがこのピンクというかピーチ色の方なんですけど、それに、普通のコナのアイシャドウのブラウンを上からのせています。あの塗ってすぐにサラッサラになるので、あの上からコナとかすごくのせやすいなっていう感じなんですけど、もうねすぐ乾いちゃうからこう均等に塗るのがすごい難しくって、なんかピンクの方はね色が薄いからちょっとぐらいまばらになってもそんなに気にならないんだけど、このブラウンの方は色が結構濃いのでこう調整が結構難しいなっていうあの印象でしたね。ちょっとこう上級者向けって感じ、うん、次はアルビオンとファンデーションとアルビオンのホワイトパウダーレスト、こちらはですねセット価格で5000円、まあ、デパコスにしてはお手頃なのかなっていう感じがします。私が使ってるのは050番で真ん中ら辺よりちょっと濃いめのお色を使っています。去年だっけあのツヤ系の蓋がピンク色のやつ
あれ私すごい好きで、塗った瞬間から粉っぽさが全然なくなってツヤ感が出るからすごい好きだったんだけど、これはツヤっていうよりマットで、カバー力がこっちの方が高いなっていう感じがします。実際今日も塗っててシミがどれだけ隠れるかっていうのをちょっと見せたかったので、下にコンシーラー塗らずにちょっと塗ってみたのがこんな感じなんですけど、かなり本当にカバー力が高くって、こう持ちもすごくいいし、シミだらけの私がこれだけね、こうツヤンっていう感じになってるのって結構すごいと思うんですよ。パウダーファンデーションって結構さ、こうカピッとするやつとかあるじゃん。これは本当にしっとり、マットタイプなんだけどしっとりしてくれるので、すごくおすすめですね。でも私パウダーはツヤ感と保湿力があるのがすごく好きなので、本当は質感だけだったらピンクの方を選びたいんですけど、カバー力はこっちの方のが絶対にありますね。色があれだよね、色ちょっと見たいよね。私が使ってるのは05番で、これがパウダーレスの050番、これがエスティローダーの 3W1 タウニーっていう色で、これがシュウウエムラのアンリミテッドラスティングフルイド754番、メイベリのフィットミーの220番になります。この中だと一番明るいお色かなっていうのと、この3つよりニュートラルに近いかな、色味的に。というのは私が夏に使ってたやつなので、どれもちょっと今のお肌の色より黒いですが、参考程度に見ていただければなと思います。はい、次はエレガンスです。ルージュシュペルブ、今回3色ぐらい出てたんだっけ。私は16番を購入したんですけども、こんな感じで結構ね、透け感のある、ピンクベージュみたいな感じになります。私エレガンスのねリップ持ってなくて、でもこれすごく皆さんお好きじゃない？そうだからちょっと試してみようかなと思って買ってみたんですけど、塗るとこんな感じなんですけど、ピンク寄りのベージュすっごいナチュラルなんですよ。めちゃめちゃ使いやすい、なんか何にでも合うって感じ。色素抜く感じのベージュじゃなくて、こう血色がよく見えるピンクのベージュなのに、これはすごい気に入ってますね。なんか暖周期良さそうな感じ。昨日ねつけて、1日お家でつけてて、こう旦那にも褒められたリップでございます。こうなんかさ、質感がすごいプルンってした感じだしさ、こう唇が綺麗に見えるなっていう気がします。新色がね全部ベージュ系でめちゃめちゃ似てるんですよ。だからそれ3色ね比較できればよかったんだけど、その3色もやらないから今回は1色だけ購入しました。はい、お次はナーズでございます。大好きなナーズ、ブロンズのコレクションみたいなのが出ててめっちゃ可愛かったね。ほんと全部欲しい勢いだったんだけど、使えそうなものだけ購入しました。ブロンズパウダーのマットタイプとそうじゃないやつを1色ずつ購入したのと、ローデッドリップラッカーの2596、一番ベージュ一番明るい色を購入しました。こっちがブロンズでこっちがマットタイプなんですけど、言うほどねブロンズメタリック感が強くなくて自然なツヤ感が出るのですっごく私は気に入っていて、でマットはねまあいい感じにほんわり馴染んでくれる感じです。それぞれ、2色展開なんですけど、マットタイプを色暗い方で、ブロンズタイプは明るい方にしてみたんですよ。で結果濃い方はねめちゃめちゃ濃くって、ちょっと私の肌のトーンだと使えないなっていう、なんかいけるかなと思ったんだけど結構ね濃いんだよね。だから結局私今ね愛用してるのはこっちのブロンズの方になります。私ブロンザーって一般的に言うさ、ゴールドラメが入ってる、なんか J.Lo が使ってそうなやつをイメージするんだけど、これはねラメ感が結構弱いので、ラメ感というかメタリック感かな、そうが弱いのでめっちゃ使いやすいです。透けたツヤ感がものすごく綺麗で立体感がめっちゃ出ます。シェーディングが苦手だったらマットよりもブロンズの方をおすすめしたいですね。そうマットタイプの方もね明るい色にすればよかったなと思ってちょっと後悔をしています。私多分普通の人よりは色黒いとは思うんですよ。このパウダーレストもね050なので、その私がこの暗いやつを暗すぎるって言ってると思うので、基本ほとんどの人は明るい色をね選べばいいと思います。はい、で次このリップをね塗っていこうかなと思います。これが2596番、一番明るい色になります。さっきのさこのエレガンスと違ってかなりベージュというか白みが強い、唇の存在感を消してくれるタイプの私が好きなベージュですね。これオイルのさリップグロスの方持ってるんだけど、それと比べるとこっちはリップ、リキッドリップって感じかな。うん。発色すごいしっかりしてくれて、ツヤ感のあ
あるタイプなんだけども、プルンっていう唇に馴染むっていうよりもなんかこう弾くタイプって言えばいいのかな。アイメイクをさすごい濃くした時に使いたいやつだよね。これは愛用しますね。ちょっとこの2つあこの2つこの3つかな。いや4つだな。今回リップが全部可愛い。このエレガンスも絶対ねめっちゃ使うし、このセルボークもさ黄色っぽいオレンジのやつもめっちゃ可愛かったし、ツヤのねベージュの方も可愛かったし、全部今回は大当たりでしたね。アイシャドウがあんまり好みじゃなかったかな今回は。これで全部かな。うん、これで全部になります。お家でねネットでお買い物されるときにぜひね参考にしていただければなと思います。はい、それではいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回お会いしましょう。 See you next time.